休むか。うん。あ、選別か。じゃあその前に土壌ってそんなに、あーどうなんだろう、土壌はマックスにしといた方がいいかな。とりあえずね、と少しずつ悪くなっていくもんなんだから、こういうのは油かすなるべくね入れて、これ多分ね全部入れなくてもいいんじゃないかなって思ってる。こんなもんか。で、腐った食材はいらん。ちょっとね香りをどうにか増やしたいんだよね。朝か。あ、すげえいいね。あ、鹿の角、鹿の角って使う。まあ、いっか。鬼神獣は多分使う。この辺はまだ、あ、すごい。結びのこの花ってすごい使うんだね。ちょっと香り全振りしたいんだよね。お、いいじゃん。お、オッケー。香り全振り。香り全振りでお願いします。うん。じゃあ、選別しよっか。種もみ選別。使ってみよう。ちょっとこのぐらいで、あ、間違えた間違えた。でゴシゴシしてグイーングイーングイーン。これね、結構早く回さないとさ回ってくれないんだよね。結構重たいんだよね。でやったら泥をまた今度半分ぐらいずらーっと入れて、でまたかき混ぜますと。ちょっと限界に挑戦してみようかな今回。全部入れたらどうなるのかっていうのをちょっと試してみたいんだよね。で7割入れてぐる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 。あー重たい重たい。結構出てきたね。いやー、これは選別しちゃってますよだいぶ。けど質のいい米を作った方がいいと思うから、能力頑張りしたいから。はい。ということで、今回はね、ガンブリしますよ。お、マガタマが縦になったね。なるほど、全部いけるとそうなるんだ。 OK かな。ちょっと逆回りしてみる。よし、どうすか、いいんでない。こんなところか。ポン。少し沈んだか。お、品質だいぶ良くなった。半分ぐらい減ったけどね。で、その他をあげたいから薄巻きにしますと。もうがっつり。がっつりあれですよ。能力全振りですよ。じゃあ田起こししますか。始めるか。で、なんだっけ、岩砕きができるので、ちょっとトン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 、火ののにトン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 、火ののにトン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 。お、すごい、本当だ、石ごといってる。トン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 、火ののにトン。エッサーホッサー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 エッサー、よいしょよいしょよいしょ。もう良いのではないか。ちょっと何を言ってるんですか。いいね。ちょっと待った、でかいしほぐれてないですけど、オッケーオッケー。いいねいいね。こんなもんじゃないんですよ。2年連続で上げですからね。99% ですから、今回は 100% を目指さないと
どこが 1% ダメだったんだろう。どこがつまんなんだ。見た感じさ、この辺なのかな、端っこなのかな。あ、堆肥完成した。どの辺なんだ。この辺かな。どう、いい感じ。ちょ、仕事目じゃ分かんないんだよね。この先があるのかな。なんかもう本当に微妙なところも見逃さねえぜみたいな。どうすか、いいっすか。結構やったかな。 OK かな。ジョンジャロ、どうでしょう。ふむ、よく耕せたと思うぞ。また99%。これ何、100%にならないの。ならないんですか、ならないんですか先輩。じゃあ肥料撒きましょう。もう堆肥完璧になるからこれで。お、土壌。にゃんこと一緒に行くじゃん。わかった。あ、黒字化の袴。一人にして嫌いね。なんか丸連打したらなんかできちゃった。あとスゲと白生地の羽が欲しいんだね。オッケー。なんかできた。あれかな、なんか黒いやつ手に入れたからかな。これか。新規が 5% アップか。なるほどね。あ、これあれじゃん、進化開けできんじゃん。水の中にいるとき攻撃力と防御力が 10% アップ、強そう。もう夕方か。飯食ったけど夕方か。ここで羽が取れるんだよね。白生地の羽って、あ、ここか。その2か。その2行ってみよう。ちょっとお邪魔するね。銅鉱石。はい、だ。いたって全然食らわねえな。ああ、夕方になっちゃう。この先にはいけない。あ、夜になっちゃうかな。ちょっと夜に倒すの辛くない？やばい、死んじゃう。死んじゃう、普通に死んじゃう。ちょっときつかった。よし、じゃあ寝ましょう。飯食って寝ましょう。何か作るですか？豆腐。すごい、シースー作れんの？入りどんぐり。いただきます。ごちそうさん。田植えできちゃった？マジか。田植えできちゃったか。育っちゃったか。いいね。ちょっと待って。香り上げたいんだけど。特に大丈夫か。じゃあ水汲んで。いいね、肥料最高じゃん。お、新しい技も手に入りそう。潜水ぐらいにしてさ、こんなもんにしとこう。じゃあ田植えしますか。飯いっぱい食っちゃったけど、ちょっと待った、見逃さなかったよ俺は。梅。
見逃さなかったよ。田植えしまーす。ん？待って、待たなくていいよ。あんまりさ、苗ってあんまり育てすぎちゃうのもいけないんじゃなかったっけ。じゃあ田植えを始めます。さてと、ペタ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 。すごい、なんかあれだな、今回もだいぶ雑ですけど、だいぶ少なくないね。だいぶ少ない気がする。今回も半分ぐらいで終わりそうだな。まあ味を良くするためだからね。てかレベルをレベリングするためだからね。しょうがない。疾風の田植え、あーこれあれかな、そうだね、素早く、もさらに素早くみたいな。本当だ、あ標準か。美しき仕事じゃ。ちょっと植え、雑に植えすぎた、密に植えすぎた。まあいっか。まあこんな日もあるさ。ちょっと待って、始めるさ。出水までは保護を適量を与えるって書いてあるね。保護と歯護ってなんだろう、わからん。この辺も研究しないとね。水少ねえな。もう夕方、逆に夕方、ここってさその2とかあるけど、ちょっと行ってみよっか。竜の抜け穴、そういえばなんか下にさ違うなんかなかったっけ、扉みたいな。あもう空腹状態になっちゃった。この下になかったっけ、まだ開かねえぜみたいな。ここあーまだ開かないんだ。まあでしょうね。こっちの方で 100% になってないのってここだけか。こことここか。この夜間、まあ夜間ならいけるか。こっちは、あ夜間に倒すのか。これも夜間ね。イノシシ鬼を討伐夜間。ちょ夜間まで待ってみる。これってこっちに行けんの、あ行けるんだ。じゃあ夜ちょっと挑んでみよっか。わらびちょイノシシ鬼を、おイノシシ鬼を10匹倒せっていうミッションだからね。こっちの方が多分楽だからイノシシ鬼倒そう。お前はイノシシではないんだな。はい、イノシシどこにいんのかな。油も欲しいね、もうちょっとね。イノシシがいないな。イノシシ、あ、いた。よし。とりあえず2体倒した。いや、やっぱ夜は硬いね。いって。結構食らうね。よし。あ、いたー。ちょ、やめます。無理はしません。やめます。さすがにね、自然治癒がない状態で挑むのは死に行くようなもんだからね。お、七草。この辺はちょっとこまめに見ておかないとな。いただきます。いただきます。ごちそうさま。
何も会話出ないね。で、夜の活動を再開しましょう。うん、ここ。んで、体力があるうちに。いって。あ、来たー。うわー。ひー。危なっ。あ、でで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 、いって、ちょっとまだ早いかな早いかな、こんなこと言うのなんだけど、とりあえず地道にイノスイッシー倒すか。よし、オッケー、ついでにここ行こうか。うわ、いった。え、うわ、いって、いった。え、え、よっしゃ、どうした。ふぅ、オッケー。じゃあどうしようかな、どうしよう。なんか夜倒さなきゃいけないやつってあったっけ。あー、ここか。うわ、ここもか。結構つらいね。戻ろっか。まあもうすぐ夜も明けるでしょう。変える、まあ少しずつね、探索度を上げていかないと。で、確か直近の目標がなんかカエルを、なんかカエルじゃねえや、カエルじゃないね、カエル拾ってたから、カエル、なんだっけ、カッパを助けるんだよね確か。で、なんか技を覚えたね今。飛燕、望む方向に高速で振り抜ける片手武器の技じゃ。巻き込んだ敵をすっ飛ばせるぞ。おお、またなんか、何がいいかな。電光石火強いからな。新た起こしを、新た起こしをちょっと飛燕にしてみる。ちょ、電光石火をこっちにして、こっちを飛燕にしてみようか。ちょっと強いのどんどん使ってみよう。うん、そしたら、今回はこの辺にしとこうかな。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。